今回作るゼリーはオレンジとカシスの2色の、できればグラデーションでこうモワーンとした感じのやつができたらいいな。今回使う凝固剤なんですが、こちらの凍らして解凍すると食感が変わる、果肉感がこうすごいらしい凝固剤をちょっと使って試してみたいと思います。最初に作るのが下の層になるオレンジゼリーです。オレンジジュース、グラニュー糖、クールアガー、ピューレ、水。上の層のゼリーではカシスピューレです。クールアガー、ピューレ、グラニュー糖、水。メーカーによって違うんだなと思って、これは水のまま入れて沸かしてくれっていう風に書いてあったので、なるだけその説明書、取説通りにやってます。グラニュー糖とこの凝固剤を一緒にするのは、水分入れた時にこうダマダマにならないように、必ずこのペクチンでもゼラチンでもこう粉のものはグラニュー糖と合わせて置いておくとダマになりにくいです。普通の水です。冷たいまんま入れて鍋に戻して、下に沈殿するんでかき混ぜながら、で熱をつけていきます。じゃあこれを火にかけて80度ぐらいまで温度を上げて粉類を溶かしていきます。じゃあこんなもんで、人肌に温めたオレンジのジュースです。入れていきます。これでオレンジゼリーは出来上がりです。次にカシスのゼリーで、また先ほどと同じように、でよく溶かしてください。で鍋に戻します。でガス台いきます。でこれも80度ぐらいまで温めます。はい、人肌に温めたピューレに入れていきます。2色のゼリーが出来上がりました。これでチャレンジしてきます。うまくいくといいんですけど、あ、そうだ、具を入れないと。一応食感の差を見たいので、本当の果肉を入れていきます。あれそれで、とりあえずじゃあオレンジを次に、じゃあこいつを、あ、落ちる、あ、落ちた、落ちるなあ。でも、あ、なってます。もうぐらいで勘弁してもらいましょうか。もう少し、でもあれですね、ストーンと落ちるところと落ちないところがあるから、もう少し固めてみた方がいいのかな。じゃあどうだろう、もう少し優しく、味噌になりますね。
完全な水。難しいな。おお。入れていきますもん。はい、2層にしてておしゃれですね。そうですか。もうナスがままですね。これはっきりしてこれはまだらになった。2層の方は綺麗ですね。はっきりしてる。あ、そうですね。あ、これブリブリになっちゃうな。レバーみたいなのがこれ上になんか飾るから。すごい凝固力だよこれ。まだ熱々ですよこれ。だオレンジが透明感があって上が全く透明じゃないから、そういうコントラストも。じゃあこれで冷凍していきます。じゃあこれで冷凍です。上に飾る用のキラキラゼリーを、あのクリスタルっぽいやつを作っていきます。で、材料の説明です。水で、これがアガーですね。で、グラニュー糖です。で、こっちは水にちょっとだけあの香り付けにレモン水を固める力を補強するためにクエン酸あります。で、これを混ぜていってこのステンの型に流して固めていきます。グラニュー糖とで、アガー、ダマにならないためにグラニュー糖と凝固剤は一緒に混ぜます。よく混ぜます。混ぜたらこちらの火にかける方、で、これで火にかけていきます。80度ぐらいになるまで、こんなものでいいですかね。これで沸騰直前ぐらいまでで80度から85度。クエン酸を入れました。はい、軽く混ぜて溶かしてしまいます。凝固剤の入った液と足していきます。一気に入れてしまいます。まだ熱々なんですけど、これ温度が下がってくるとブリブリになってしまうので、熱いうちにこのステンの清潔なやつにこう流していきます。で、泡を消したいので、これあのアルコールをこうシュッシュッとやると泡が消えるので、これでちょっと固めていきましょう。これ俺苦手なんだよな、こういうバランス取るやつ。こう手にかからないように。で、こちらがキラキラゼリーです。筋をつけていきます。あの、あれみたいですね、なんだっけ、サングリア、赤ワインにこうフルーツが、はい、色的には赤ワインではありません。華やかなゼリー。怪しい感じですよね、色的に。なんか、はい、そうそうそう。どうですかね、その上はともかくその下の、はい、境目のあたりを。うん、果肉食感すごい。どれどれ、もう
結構なんかカシス酸っぱい、下にオレンジが入ってますから。あ、なんかすごいな、混ぜると夏の暑い日にカクテル飲んでるような雰囲気でした。でももしかするとこれ女性に好評かもしれないですね、うん、女性って酸味があるの好きなんで。あ、そうですか。男性にとっては酸っぱすぎるのが、いや、男の人は、女性には、はい、酸っぱいちょうどよかったりするから。子供とおっさんはあの酸っぱいの嫌いなんで。おしゃれな東京の味でした。はい、じゃあぜひ試してみてください。ありがとうございました。ごちそうさまでした。はい。